い、それでは3位決定戦に行きたいと思います。参りましょう。3位決定戦第1セット、波動ファイト。さあ一体どんなステータスで来るんでしょうか。お、一発目打っていきましたね、この東京。さあ全く同じ、はい、全く同じステータスです。1135のプレイヤー、ゴナ東京から真ん中つぐ選手、ヒュブリスから真ん中マイピー選手といった展開となっております。両チームともね、あのここにいるのが不思議なぐらい、決勝行ってもおかしくなかったぐらいの戦いをしてたので、本当にどっちが勝ってもおかしくない。確かにですね。いや本当に番狂わせ多いのが波動ですから、しっかりとここで強さを見せつけていけたらなと思います。残り40秒半分、1対1、スレスレの避け、残り30秒。さあシールド同じ枚数ですね、ここね。そうですね、お互い同じ場所に張り合ってっていう感じですよね、うん、さあ後半戦20秒が経過しました。さあネガティブ選手がね、取ったと声を上げました。いや今のクロスめちゃくちゃうまかったですよね、よく見てますね。いや本当に前に出るっていうこともリスキーなんですけれども、しっかり取ってきました。追いつくか。いや最後のコディ選手の余計回避が素晴らしかったですね。はい、あのタンクプレイヤーの一番基礎回避がやっぱり今みたいにめちゃくちゃ上手い選手なので注目ですね。波動ファイト、初っ端から張ってきましたね。張ってきましたね。さあしかもマイピー選手1144といったね、少しサブタンク的なポジションになりますかね。でネガティブ選手は5311ですね。そうですね、来ました5311。さあ非常に特徴的なステータス。今ねゴナ東京は今外からね、高橋選手がすぐさん壁真ん中に張ろうと指示出して、しっかり真ん中に張ることで、あの、はい、全体の視野を相手の狭くさせるっていう効果があるんですよ。なるほど。しかも真ん中に張ったらあれですよね、ゆかり選手も同時に防げたりしますもんね。はい、そうですね。さあ残り30秒、1対1。さあここでヒュブリス1点取っていく。さあここからどうなって、うまい。ちょっともうここは攻撃的に行きたいですね。本当ですね。さあうわいいところ、いいところに入りました。まずは正面からシールドの隙間を狙っていきたい。1点、1点届くか、2点。いやーうまい。